はい、どうも、こんにちは。今回また Life is Strange Before the Storm 続きからいこうかなと思います。前回は、またレイチェルとちょっと話をした後、なんか秘密基地、カッコ仮みたいな やつができて、もともと会う予定だった、名前なんだっけな。こいつに会うことになったわ。うるせえ。何したらこんなことになんだ。ちょっとな。奥の部屋にノートがある。取ってきてくれ。さっきの女。出発してんじゃん。ふざけんなよお前。いいから早くノートを取ってこい。お前出発すんなよお前てめえ。おい、何出大学休憩。最弱最悪じゃん。最高の間違いだろ。言うね。俺とトレバーと遊びたかったら連絡しろよ。そうする。あ、じゃあ本当割と仲いいんだ。私も落ちたもんだ。本当何考えてるかわかんない。勝手に進むなよな。俺行くとか一言も言ってねえじゃん俺。は？連れ出すなよ。まあ暇だからいいけど。賭け事？1200ドルって世界が違う。でか、動く金でかすぎるでしょ。12万ぐらいだったらそうでもないか。知らなかった。あとこれ予習かな。薬ね。フランクごめん、書いた時あんたの車だって知らなくて。保護者の許可も取らずに子供に飴を配っていいと思ってるの？ナンバーはアルカディアベイ警察に通報しました。だから、おじさん飴くれるって本当みたいな感じで来たな。来て渡したんだ、多分。ちゃんと渡したけど、あれだったんだな。ドライブスルーの必需品。優しいからな、こいつも多分。フランクか。名前忘れちゃうけど。仕事、家。家でいいんじゃない？怒られそう。いや、大丈夫かな。ぶち切れられそう。うまっ。やっぱ、うめえわ、黒よ、お前。めっちゃあるで。何これ。白の箱。バランスの取れた朝食。取れんじゃん、薬。これは、もう、取ってくれって言ってるようなもんじゃないか。取っちゃう、黒え。肉食系男子か。ほんとは、てかあれだ、多分。ワンちゃんにあげてんだよ、ワンちゃんに。これ取っちゃう？もう取っちゃった。いやでも俺、いやでも取れねえよ、俺こんなやつ相手でも取れねえ。ほら、やっぱり。おっと、ちっちゃー。ポンピドゥ、こっち来い。ちっちゃー、かわいい。お前ポンピドゥー。ポンピドゥ、暴れん坊め。ポンピドゥ子犬だったんだお前。ポンピドゥ、お前でもまだ1年経ってなくね？ひどく笑えるってことよ。絶対ウケると思うな。大学のことは気にすんなよ。全然平気。結構やっぱ心配してくれるね、みんな。あれか、ドッグフードかな。じゃあ豆の缶詰か。こんなに豆食ってどうすんの。閉めよう、一応扉閉めない。これ、車ガタってなったら、一気に倒れちゃうよ。何これ。これもフランクの商売道具なのか。ナイフか。この枕はもうダメだな。いろいろ見れるな。これか。ちょっともうちょっと漁らせてもらう。あれってやっぱそういうこと。くそ、こんなにツケがあるのか。クロエか、175。そろそろフランクの話を聞くか。仲いいな。俺たち
ずっともだよって感じだ。ずっともじゃん。あとはこれか。あ、折りたたみちや。フランクにお似合いの玉座だ。あとは餌入れか。食い散らかしてんな。子犬こんな食わねえだろう、さすがに。おい、あ、パソコンある。あ、なんかいっぱいある。あ、これ拳か。かわいそうに。今度は違うサイトで聞きな。いや、これドギーヘルプ、世界中の愛犬家による飼育アドバイス。生後3ヶ月の子犬がまだそこら中で証明している。どうしたらいい。フランク B、 子犬が粗相してしまうのは怖がっている時です。ワンちゃんを叱るのはやめてください。ありがとう。でも叱ったりしない。なぜ粗相するんでしょう。子犬を育てるには忍耐がいります。あなたが自分を抑えられないならば本当に買う資格あるのかよく考えのことです。てめえ、そう、叱らないって言ってんだろ。そこまで言うことないですよね。ワンちゃん叱ってるのは間違いなそうだし、もっとひどい目に合わせてるんじゃないですか。ぶち切れてんじゃん。レイチェルのカウンセリングが必要だな。何これ。雲の意味、夢意味。あ、レイチェル、もうここで付き合ってんのか、こいつと。犬がステーキ肉食べるのは何歳から。ピセット曲。いや、クルの履歴か。あれじゃ、レイチェルの履歴か。フランク、工場に持ってみた。後悔した。絶対許さない。全部焼けて犬の死体だらけ。もうその犬貸しに1万ドルがパー。なんだこれ、わかんねえ。その犬高すぎだろ。フランク、犬は気に入ったか。気に入っただろ。あいつは特別なんだ。帰りの客が欲しがってたが、そんな3000ドルいらねえ。こいつはたちのフランクにあるんだって言ってやった。3000ドル、30万。あ、そんなもんじゃない。でもリアル、ちゃんとした犬なら。俺だろ。座りな。ポンピドゥか、なんというかいかつい名前だね。お、いいね。フランス語だ。フランス語、かわいい。プードルじゃない何これ、プードルじゃないって意味は。意味はタフガイとかそういうの。フランス語なんかわかんねえよ。わかんねえの。わかんねえのに名付けたの。さっきの女誰。女、さっき車から出てきた人。ああ、あいつの名前はてめえの知ったこっちゃねえ。あ、言っちゃいますか。じゃあレイチェルのために聞き出さないと。フランクを説得するんだ。行かせてもらっていいですか。じゃあ聞いてみただけだ。大げさだな。本当だよ。俺の口はそんなに軽くねえ。あ、口が裂けても歯がゆい。口が裂けても。私が誰も信用しないの知ってるだろう。誰にも言わないって。言わない言わない。いい加減にしろ、プライス。客の信用を失ったら商売上がったりだ。夢で見た雲。あのさ、こないだ大きな雲がアルカディアベイを飲み込む夢を見たんだ。お前もか。検索履歴か。な、私ら似てんだよ。あ、検索履歴のやつね。検索履歴のやつか。まあいい。なんで女のことを嗅ぎ回る。女の匂い。あのな、ここはアルカディアベイだぞ。お、勝った。シップがなきゃ退屈で死んじゃう。勝ったこれ。お、あんまわかんねえ。もう俺も正解してるかどうか。どうだろうな。フランク、話してくれたらうちのママに特別メニュー作らせるよ。例えば。激辛チリビーンズは。豆好きだなお前。ま、任せろ。さっきの女はセラって名前だ。何週間か前に現れたんだが、すでにいろいろと面倒事を起こしてる。はあ。いろいろ。お前には関係ない。まあ、あんまり聞けないわな、そこまで行くと。もういいだろ。なかった。名前で入れたから、名前は。教えてくれてありがとう。お、素直になったね。はいはい。工場の火事聞いたか。ああ、そんな。あ、メールで見た。メールで。あそこはデイモンの島なんだが、
一晩で大金がパーだ。誰だデイモンって。あんたは、あんたの大金ってことか。大金って、大金って、いろいろ商売をやってたんだ。俺も少し手伝ってた。おう、ずいぶんともったいぶるね。あいつヘドが出る商売を始めやがって。何し、最近は俺の言うことも聞かなくなった。かわいいボンビル。とにかくお前には話がある。175ドルのこと？は？ああ、金だよ、つけの。ああ、それか。そんなもんはどうでもいい。え？あ、持ってんのか？持ってない。もう少し待って、金持ちを客から取れ。ちょっと黒いっぽく行こうか。まずは金持ちから回収しろよ。なことは分かっとる。だったら、いいだろう。今持ってる金は必要なんだ。ムカつくやつだが。とりあえず後回しだ。ノートの最後のページを見ろ。レイチェルとのあれかな。ドリューってガキの名前があるだろう。知ってるか。あ、聞いたことあるな。ああ、だって、なん。聞いたことある。誰だっけ。ああ、アメフトのやつか。だこれ、すげえ金額。デイモンの役をドリューがアメフト部の連中に売ったんだ。へえ。マジでか。儲かんのか。それなりにな。ドリューには合計1000ドル貸しがあるが、電話に出ねえ。何か知らないか。今んとこわかんねえ。あいつとあんさねえ。あいつはただのバカ。まあ、話さない。まあ、ただのバカ。あんなバカ信用しちゃダメだろ。あいつはバカじゃない。こんなことは初めてだ。あ、なんか事件の香りがするね。はい、今からブラックウェルに行く。ドリューの部屋から金を見つけて俺に渡せ。怖いよ。報酬は？いいよ。黒らしくね。報酬黒らしくいかないと。バカか。つけがあんだろ。あ、つけらしくれんの。じゃあやったらチャラでいい。なんなら色もつけて。え？金の 10% だ。マジ？いいね。うん。やるよ。なんだ？確かにちょっと気が乗らない感じするね。どうかも。私、学校で問題を起こして、今朝、退学になったんだ。そりゃめでたいな。あ？それでも、俺が行くよりマシだ。まあ、おっさんがいたら怪しいもんな。もしできねえなら。100ドル分夢に近づける。金を手に入れてトラックを直せばこの街を出ていける。いいな。レイチェルと2人でこれ選ぶな。選択だな絶対。やるよ。あ、違うわ。決まりだ。選択じゃなかった。もう完全選択の流れだったのに。あれ、今までで言えば来たな。でも怖いなぁ。って、一応体格食らってるからなぁ。あんまり学生に会うとまずいよなぁ。今、授業中かなぁ。授業中頼むぞ、お前一応。あ、来た。今んとこ人通りはないな。懐かしくはないか。まあ、今朝行ったもんな。まやるだけやってみるかね。バレねえんじゃないの、退学っつっても。別にそんな周知の事実じゃないでしょ。みんなに知れ渡ってるような。レイチェル待ってる。学校に戻ったよ。校庭に学園のテントが立ってる。来るは何してる。私も学校にいる。倍にに用事頼まれて。そうなの、やばいね。終わったら会いに来てくれる。もちろん会おう。あんたのパパといた女が倍の車から出てくるとこを見た。嘘。あちこちでトラブルを起こしてるみたい。名前はセラみたい。レイチェル、名前は知りたくなかったかも。ごめん。いいよ、後でな。うわ、なんかやっぱ知ってんだな、セラ。さっさと寮に入ろう。寮を建てられるくらい金があったら。ああ、寮は建てないな。まあ俺も寮は建てないな。期末テストの時にまた来ようかな。嫌がらせしに。ステルスが多い試験期間中、体に気をつけよう。
なんか食えんの？ただ飯食えんの？ただ飯。でもなんか一人いたんだよな、ここに、さっき。あ、いるよね、一人。誰あれ？知り合い？知り合いだったらいいな。気まずいから。退学になったんじゃ、みたいな。黄昏よ。なんか言ってくれるから。なんか言ってくれるよ。私の居場所はない。うん。私の学校じゃない。うん。というか、私に学校はない。どんどん否定していくな、お前。もう一回ね、あ、そうね。変わってない。相変わらず、ここはクソだ。でも、私はこれから売人。あ、てかあいつじゃん。あの子じゃん。ドリューから金を盗む。一緒にゲームした子かな、あれ。しかしない。まあでも頑張るかって言わないか。行こうか行こうか。じゃあ、あれじゃん、一緒にゲームした子じゃん、これ。じゃあ大丈夫だわ。何これ。いや、いいです。あ、宗教の違いね。まあ宗教っつったらやっぱりケイトだな。よ、久しぶり、ステフ。なんだ、カラマスティアじゃん。ちょっとやめてよ。シャバにいて驚いた。校長に気をつけろって言ったじゃん。せっかくメールしてあげたのに。私なんだか損した気がするよ。いいじゃん、なんか黒い友達いるじゃん、別に。その通り、私は救いようないからさ。友達いるじゃん、黒い。レイチェル・アンダーと一緒に楽しんだみたいだね。うん、まあな。で、何しに来たの？テンペストを見に。まあ、ただの頼まれ事。ちょっと人からあるものを受け取る。やばいかな。頼まれたんだ。何それ、気になる。そっちは？こんなとこで何やってんの？人は少なそうだな、この時間。テンペストの準備。舞台監督だからね。え、すごい、お前。ああ、そういえばそうだったっけ。劇はいい感じだよ。見る価値ある。見ようか、じゃあ。楽しみだ。多分見るよね、劇をね。レイチェルは最高だし、他のみんなも頑張ってる。うん。いつもとは違う顔が見れるから、特に男子。お、真面目にやってる。へえ、気になるじゃん。例えばヘイデンはムカつくけど、王冠をかぶると本当に王子に見えるの。レイさんのキャリバンにもすごい深みがある。深みね。いいじゃん、いいじゃん、頑張ってんだみんな。まあ、そのうまくいくといいな。じゃあまた後で。 あのさ、聞きたいことがあるんだ。何？何？レイチェルに告りたいんだけど、二人って付き合ってるの？はあ、ジェンダーの壁越えた？告る？うん、どうなの？これってレイチェルのっていうか、あれ、何こそ、ちょっとなんかジェンダーことになるのかもしれないけど、ジェンダーを超えた恋、うちらが付き合ってる。まあ、レイチェルはフリーじゃない？よくわかんないけどな、別にレイチェルが付き合ってるかどうかわかんねえしな。あ、フリーじゃないだもん、多分。あの子はフリーだよ。本当？本当だよ。これ分岐すんの？え？ここ分岐点？また後でな。うん、また後で。ここ分岐点かよ。怖っ。やば、大丈夫かな？なんか至らん選択肢選んだかな？あ、あいつじゃん。エヴァ、何してんの、お前。被写体、私じゃなくて。ああ、取り取ってんだ。何これ、スプリンクラー。ブラックウェルではいつも水を大切にしません。話していいか、お前。集中してんじゃないの。ここで何してるんだ？君は家でおとなしくこれまでの数々の愚行を反省したらどうだ？ごめんって。私の愚行なんか関係ないだろう。才能を無駄にする人は嫌いだ。あ、エヴァン今ねえ、ちょっとね、褒めた感じするよね。
いいやつじゃん。でも今のエヴァンはすげえバカっぽい。マーブ、何も言わなくていいよ。クロエ。何？最近僕は自分のことが少し分かった。多分君も分かってくれると思う。何？何かに夢中になるのはそれにこだわる価値があるからだ。確かに。山火事とかね。君も署名すべきだった。てか誰もしてないだろ。そもそも誰が興味持つんだよ。どいつもこいつも自分のことしか考えていない。ありとあらゆる責任を他人に押し付けているんだ。まあ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 確かに。だから火事が起きた。うん。おっしゃる通り。まったくその通り。エヴァン頑張れ。ちょっと煽っちゃったな。対象は違えど君ならわかるはずだよ。なぜなら君はこだわるべき価値を知っている。あ、結構クロエのこと分かってんじゃん。お前もう帰った方がいいよ。怒られるぜ。結構クロエのこと分かってくれてんね。まあ、結構でも別にそんなやっぱクロエが思うほどね、割とみんな優しいじゃん。やっぱ入るわ。ごめん。いるわ。あ、あの人じゃんけ。サミュエルの作品か。クロエはサミュエルと仲いいの？お前マックスはすげえ仲良さそうだったけど。綺麗な白いドア。でも何か物足りない気がする。ああ、なるほど。サミュエルをどけた後落書きね。オッケーオッケー。小難しい本ばっかだな。サミュエルをどけた後落書きをするね。オッケーオッケー。行きましょう。サミュエル忙しそうだね。クロエ、こんなに早く舞い戻るとは思わなかった。まあまあ12時間経ってないもんな。私もだ。僕が思うにお目当ては本や学者のためじゃ。やっぱ相変わらずいい声してんね。はい。特別な誰かに会いに来たのでは。ギク。エリオットって誰？ああ、エリオットね。レイチェル。レイチェル・アンバーについてどう思う？彼女はダイヤモンドでできたドラゴンだよ。最強じゃん。深いね。こういうのって思いつき？それとも紙に書いて用意してんの？うん。君がいつも怒っているのはその感覚が好きだから？それとも人間関係から自分を守るため？会話できてねえよ。あ、じゃあいろいろ聞いてみようか。じゃあ実はドリューノースを探してんだ。みんなスポーツマンのドリューしか見ていないが、彼はそれだけじゃない。全然会話してないじゃん。愛にあふれ何事も恐れない、はあ、素晴らしい心の持ち主だ。はあ、いじめ常習犯にしか見えない。本当だよ。そんな面もあるが、人の顔は一つじゃない。じゃあみんな聞こうか一応。じゃあエリオット・ハンプデンは最近見た？みんなのね。僕には彼が見せたい姿しか見えない。見せたい姿。あ、そう。いつもは人が見せたい姿と隠したい姿、両方が見えるのに。私が見せようとしてる、私が隠そうとしてる。え、どっち聞こうかな。どっち聞こう。まあ、攻めで行こうか。じゃあ私が見せたい姿は？強くて荒々しい。好きなことをして他人の目を気にしない。もう確かにそんな感じするわ。気にしないし。気にしているよ。大丈夫じゃなくても大丈夫なんだよ。ちょっと怖くなってきた。クロエも行こうぜ。もう行かなきゃ。現実が待ってる。現実は謎めいている。さようなら、クロエ。気持ち悪くなってきた。やべえ、怖え。落書きしたかったのにな。まあ、しゃあないわ。行こうか。
セーブされるかな。セーブされるんだったら一体切ってもいいけどな。ステフは身内びいきするけど、センスは悪くない。劇も面白いかもな。行こうか。これ女寮じゃない。でも鍵かかって、おい、かかってんのかい。まあそらそうか。こうなったらピッキングを極めるか、誰かの鍵をもらうしかない。あ、でも男だって。ここ女子寮じゃなかったっけ。ちょ、お前ちょっと、お前学校にいちゃダメだろ。ごめんごめんごめん。カメラが、鍵持ってねえ、お前、おい。話せねえわ、もう。あった。お。今撮ったらバレる。サミュエルが調べてるのはスプリンクラーか。お。やっちゃおっかな。じゃあちょっと、じゃあ失礼しますね、こっち。これでも勝手に作動させれるか。こんなバチバチ見てんのに。スプリンクラーに何か起きたらサミュエルが調べに来るはず。絶対濡れるじゃんこいつ。でもエヴァンが邪魔だ。エヴァンが邪魔ってことは多分鳥を動かせばいいんだな。綺麗な鳥だ。エヴァンが追いかけたくなるのもわかる。学校にいちゃダメだろ。いや、オッケーオッケー。こいつは進まないんだったらもうこう驚かせるしかないわ。ごめんな、エヴァン。ちょっと。ごめんな、エヴァン。なんでこっちに来るんだよ。あっちに行けっつの。おい、なんだこいつ。え、じゃあ戻すか。何お前、他なんかあったっけ。ちょっと探してみるか。他なんかあったっけな。君は、君なんかできることある。君、あ、ノート。ちょっと、せめて一声かけてから見てよ。ステフの考えた世界はすごい。お、すげえ。あー、脚本か。本当にステフ、ごめん、ちょっとお前手伝って。ステフ、テンペスト見に来て、ね、あ、ダメだこいつ。え、ちょ、どうしようかな。ベンチ使えないしな。これはコーション、ウェットコンクリート。あー、なんか取っちゃったら危ないか。あ、何これ。マックスならカメラマンに応募してたかな。いや、マックスのこと忘れてないのもいいよな。あ、トーテム。竜の部屋はこっちじゃない。分かってるよ、分かってる。そりゃこっちじゃないでしょ、道理の部屋は。あれかな、動かした後なんかすんのか。スプリンクラーに何か起きたらサミュエルが調べに来るはず。でもエヴァンが邪魔だ。あ、でも壊すことはできるんだな。ちょ、もう一回、ごめんね、もう一回ちょっと、エヴァン、ごめん、移動して。エヴァン、反対側に追いやるぞ。これ驚かせたら戻るじゃん。これ今ダメ、これ。目の前なのにエヴァンが邪魔。すぐチクりそうだしな。もうエヴァン邪魔。ちょっと探すか、なんかあるかな。あ、鳥を外に追い出せばエヴァンに見られずにスプリンクラーを壊せる。ここにも餌あるぞ。ん？あー、なるほど、そういうことか。これあれか、向きか、どっち側から驚かすかってことか。そうちゃんと判定あったんだ。これ、あ、これもう一回押せばいいんだ。あー、いけるんだな、お前、そっちにも。よし、まだ邪魔だな、お前、まだ邪魔だ、お前。これでこうか。あ、これ来たでしょ。鳥が一歩進んで
私は二歩下がる。おだめ、エヴァン邪魔だな。てか、あ、行ったかな。行った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 わ。あ、やっぱ向き大事なんだな。完璧。お、気に入った、お前。よし、よかった。もうなんかすげえ長くなっちゃったすげえ長くなっちゃったわ。誰も見てないと。誰も見てない。オッケー。あとはサミュエルがスプリンクラーをそういうこと。ちょっと危ないよサミュエルさん。ちょっとサミュエルさん危ないよ。近くいたんだから。ちょっと見に行くと完全犯罪じゃん。鍵取ったらバレるけどな、普通。そんなサミュエルずっとここにいないだろう。だってちょっと見て終わりじゃないの。結構怖いな。まあ、とりあえずこれ鍵取って終わろうか。次何もしない気もするけど。ん？ごめんサミュエル。ごめんね。でこれで寮に、こっちに同流の部屋を探すか。女子寮じゃなかったっけな、ここ。あ、違うっけ。入るなら今だ。よし、行こうぜ。こんなバカでかい鍵持って大丈夫かな。戻ったらすぐバレるけどな。危ない危ない危ない。クロエ？何？よースキップ、調子はどう？あえて嬉しいけどさ、ここで何してる？やばい、これあれか、トークバトルか。退学になったろ。友達ない、友達なんかいたかって言われたらどうしよう。怪しまれるのもあれだし、こっちかな。別に、友達に会いに来ただけ。でも、寮に入れてやるわけには。お、じゃあこれ決めて終わりますか。じゃあ私は入るから、見逃してくれるだけでいい。決めて終わりますか。いや無理だって。というか正当な理由がないなら。よりによって警備員がここに来るとはな。出てもらわないと。スキップには悪いけど絶対中に入らなきゃ。罪悪感を感じさせる。罪悪感を感じさせたら。はいはいはい、くれるかな。罪悪感。正当な理由？正当な理由。女性ならでは。女の子の日なんだよ。ちょっと入れて。腹が痛くて、あ、トイレに行きたい。これで満足？え、あ、いいよ。仕事だから聞いただけだ。罪悪感あれ、罪悪感。キモい仕事。ひどい仕事だな。お。やってるあんたもキモい。いいぞいいぞ。そんなこと言うなよ。ちゃんとパトロールしないと校長に何言われるか。罪悪感でしょ、罪悪感だから。校長に馬鹿にされてる。校長の言いなり。生徒を捕まえると校長から金がもらえるのか。いいぞいいぞいいぞ。これうまいでしょ。そもそも私もう生徒じゃないし。俺たち友達だろ。なんでそんなこと言うんだ。友達？友達だと思ってた。私もそう思ってた。でもあんたは、いや、そんなことないよってなるでしょこれ。仕事を優先するんだろ。いや、そんなことないよって。ちょっと待ってくれ。俺が悪かったよ。だいぶ罪悪感感じてんな。話が見えないけど。胸を見た。ちょっと待って。お、今私の胸見たな。罪悪感。顔見しただろ。罪悪感オールスター。いや、いや、でもマジで。おどおどしてる。腹が痛いんだけど。もしかしてあんたそういうフェチがあんの？どういうでも男じゃん。お願いだスキップ。これ以上は子宮が。もうやめてくれ、ごめんって。マッシューズ、うん、どうぞ。駐車場で不
人な車が報告された。ああ、あいつの車か。助かった。了解。助かったって。もう勝手にしてくれ。校長にも誰にも言わねえから。はい、勝ちと。フランク、廃棄場に着いた。どうなってる？まだ見つかんねえのか。あ、廃品置き場お前。ゴミしか買ってない。もう20分だ。はいはい、すぐやるよ。急げ。廃棄場、学校の廃棄置き場かな。で、失礼します。これセーブされるから、ここで終わるわ。失礼しますと。つけっぱー。つけっぱーは良くないんじゃない？つけっぱーまずいと思うな、俺。うん。あ、まあ、確かにでも、そうだな。あ、差しっぱだってよ、サミュエルって言えるもんな。たぶん、賢いな。まあ、そのところで。終わるか。じゃあ、あざした。